はい、どうもことです。今日はね、ヤバい T シャツ屋さんのヤバみをやっていきます。チューニングはレギュラーチューニングです。BPM が178です。はい、じゃあ早速やっていきます。はい、3ピースなんでほとんどパワーコードのバッキングですね。じゃあ早速イントロからやっていきます。はい、じゃあこの部分なんですけど、ほとんどパワーコードです。ちょっとブリッジミュートとかいろいろ混ざってくるんで、ちょっと難しいかもしれないです。ちょっとゆっくりやってみます。特にね、この最後のここなんですけど、しっかりブリッジ音と開放音を綺麗に分けるとね、いいと思います。はい、じゃあ次 A メロいきます。はい、ここは B マイナーの音と6弦3フレットと2フレットのブリッジミュートですね。またで、ここにね、ちょっと間にちょっとしたリードパートというか入ってくるんで、これ全部プリングです。一回弾いて指で弾くイメージですね。はじめはちょっと BPM 落としてゆっくり練習して徐々に上げていけばいいと思います。はい、じゃあ最後サビやります。ここは全部パワーコードです。6弦の3フレット5フレット7フレットで、次5弦の5フレットです。はい、で途中に入ってくる、フレーズなんですけど、はい、じゃあ今回はこんな感じで終わりたいと思います。結構もしかしたらね、短めの動画になったかもしれないですけど、はい、よかったらね、下の概要欄に各種 SNS の URL と、よかったらバンドのホームページあるんでチェックしてみてください。ではまた。